はい、どうもこんにちは、ガルです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、はい、本日7月1日になったというところで、4周年のアニバーサリーフェスのね、第2弾がね、第1弾の、情報更新ですね。うん。で、まあ7月1日から開催っていうことで、で、まずこれ、来ましたね。UR の、坂上ちゃんですね。で、そのね、プラス 1.75% 枠の、SSR が花山ちゃんのウェディング姿。うん、かわいい。二人ともかわいい。はい。もうね、坂上ちゃん推しの人はね、もうほんと待ちに待ったんじゃないかなっていう感じですよね。まあ、この辺もね、後でちょっと性能とかも見ていきましょう。で、これスカウトね。はい、坂上ちゃん。で、これびっくりで、これも普通に嬉しいですね。先ほどね、ちょっとラインナップね、ぐざーっと見たんですけど、ついに1年生の初期の、SSR が、ひまわりがついたと、一気に来ましたね。もちろんここに映ってるひそらちゃん、つけます。うん。ただね、結晶がちょっと足りなくなっちゃったんで、ちょっと補充してから、つけますけどね。うん。そらちゃんのね、ひまわりつけてね。で、さらに UR そらちゃんがね、強くなるということでね。はい。これはもう激アツ。はい。で、あとね、まあ、ニッタちゃんのイベントですね。はい。ニッタちゃんもこれ、かわいいウェディング姿。はい。まあ、これもね、時間ある時に回っていく感じ。で、あとこれ。これもね、地味に待ってた。うん。デイリーイベントがリニューアルっていうことで、回数指定がね、今までね、その、1日3回まで、追加できるよっていう感じだったんですけど、石をね、1個消費して、やれる感じだったんですけど、その制限がね、一切なくなったという感じで、もう素材が集め放題。はい。これもね、ちょっとね、これも先ほど見たんですけど、トレーニングコインがね、各ステージ、ドロップするわけなんですけども、ドロップするわけなんですけど、そのコインを、例えば極みであれば、100枚、集めると1個交換できるっていうのが、5セット。それが、月に1回、できるというような感じで、で、今月、その極みの結晶5個交換すれば、また来月、5個、交換できるっていう感じで、絆を極み結晶、絆を結晶極みね、極みのね、その入手ルートがね、入手手段がね、これで、増えて、で、初心者の方でもね、周回の、頑張り次第では、集めることが可能なので、非常にね、環境が良くなった。はい、もう UR 育成にはね、もうほんとね、もういくらあっても足んないんでね、以前も言った通り、うん。そういうので手に入るっていうのと、心の鍵代もね、手に入る、毎月ね、手に入りますんで、うん、それも嬉しいかなって感じ。はい、もうこれはね、もうやることがね、なかったんでね、うん、それだもんでね、これで、周回しまくって、ガンガンね、素材を集めていこうかなと思っております。はい。で、あと属性別オーダー編成イベント、これは前もなんかいましたよね。うん。で、円環で SSR 選手、SSR 選手もまた交換できる感じなんだ。はあ、これはいいですね。で、これまた SSR、前回と同じような感じですね。多分ひまわり持ちでない、SSR キャラと、交換できるみたいな感じだと思うんですよね。まあ、これもね、購買部後で見ていきましょう。で、UR 坂上ちゃんの、イベント、素材集めイベント。で、あと、これは何だろう、これは前もありましたっけ、うん、幻想に遊ぶセレブレイト。まあいいや。はい。で、次は7月7日、七夕ですね。はい。ここで、水着の新カードがね、ついに解禁されんじゃねえかなっていうふうに、思うんですけど、いやー、楽しみですね。僕ね、ウェディングシーンももちろんこれね、いいんですけど、やっぱ水着でしょ。もう男性陣みんなね、もう目の保養になること間違いなしの、シーンカードなんでね。で、前回はね、花山ちゃん1枚だったんですよね。うん。これだもんで、今年は2枚追加されるのか、はたまた去年と同じ1枚だけで。で、第4弾、4枚目の UR が、別に水着でもウェディングシーンでもない、天草ちゃんみたいに、ような感じで実装されるのかっていうところなんですけど、とりあえず水着シーンはね、この七夕の日にね、解禁されると思うもんで、もうね、エチエチのやつでお願いします。
うん、もう花山ちゃんをと匹敵するぐらいの、新カードでね出してもらえば、あれめちゃくちゃエロいんでね。はい、であとね、ちょっと購買部先見に行きましょう。はい、購買部ね、これね、はい、ドラフトコイン、まあこれ優勝限定なんですよね。うん、購買部で買えるドラフトパック記念、ドラフトパック記念ってなんだ、ドラフトパックですね。はい、でコインがね4枚ある、もらえるということで、でまあね好きなひまわり選手を、交換できるっていう感じで、で1年生が全員実装されてます。はい、最高ですね。でひまわり見ていきましょう、せっかくなんで。はい、絶対的エースから唯一無二のエース、自身の球速コントロールが究極に上昇、スタミナが超絶に上昇で、前回のがその球速が、超絶上昇のコントロール、スタミナが大幅に対して、球速コントロール究極上昇に、アップでございます。はい、ありがとうございます。でスタミナも超絶上昇っていうような感じで上がりますね。はい、でこれはねつける予定で、千代ちゃんもね、すごいね、強くなってますね。でその前がね、味方投手のコントロールが究極上昇、球速が大幅上昇のみ、だったのに対して、味方投手のコントロールが究極上昇、これは変わらずですね。で球速が超絶に上昇、スタミナが大幅に上昇っていうのが、スタミナ大幅上昇っていうのがくっつきましたね。うん、まあコントロール超究極になるのかなって思ったんですけど、変わんなかったですね。まあそもそもねこの状態でも十分強いんでね、まあ、さらに球速とねスタミナが上げられるようになったというところでめちゃくちゃ強いですね。で UR ユカリンもね、っていうことはひまわり2つつけられるようになって、投手バフのね盛り具合がだいぶ高まった、アップしたんじゃないかなっていう感じですね。はい、でそれと続いてゆずちゃんですね。はい、ゆずちゃんが、不動の4番最大、打席時打順が4番の時、パワーが究極上昇、ミートが大幅上昇に立ったのに対して、条件は変わらずですね、4番に置かないといけないという条件がありつつ、パワーが超究極に上昇、ミートが超絶上昇で、あとホームラン率が超大幅に上昇が、くっつきましたね。はい、それだもんで、UR のゆずちゃん、思っている方で、で UR しのくもちゃんが4番に置いていない人であれば、まあ、このゆずちゃんを UR ゆずちゃんを4番に置いて、でシンデレラハーモニーとか使えばホームラン率がねかなり、期待できるんじゃないかなっていう感じですね。超大幅上昇で、確かあれのシンデレラハーモニーってホームラン率、2段階アップなんですよね。うん、それだもんでね、だいぶホームランを、打ちやすい、キャラクターになるんじゃないかなって感じですね。はい、まあ強いですよ。はい、でリンちゃんね、僕今ね UR リンちゃん育成してるんでね。はい、でこちら、ひまわり前が、投手のコントロールが3500以上の時、まあステータス、指定があったよっていう感じですね。で自身のミートが究極上昇、パワーが大幅上昇、まあね条件ありきですけど、ミートが究極上昇を持っているいたので、まあ強かったんですよね。うん、これはこれで、でひまわりになるともう条件が打席時のみになって、ミートパワーが究極に上昇、三振率が大幅に減少するというような感じで、まあ、ミート究極上昇がそのままで、そうだよね、はい、でパワーが究極に、上がったと、で三振率が、大幅減少というのがついて、で、まあ、普通に強いかなって感じですね。うん、まあ、これも強くなったよって感じ。はい、で最後、ルナちゃんですね。はい、でこれひまわり前がレフトの時、自身のミートパワーが超絶上昇で、で条件なしになってミートパワーが超究極上昇というような感じで、UR のルナちゃんがセンターの時だったんですよね。あれ、あセンターの時じゃない、センターポジションがセンターだったもんで、でこのねその固有が使えないというような感じだったんですよね。うん、確かそんな感じだったもんで、で条件なしにしてきましたね。うん、まあねちょっとポジションがね変わっちゃってるんでね、 UR のルナちゃんが、うん、それだもんでね、そういう問題も解消されて、ひまわりを、問題なくつけられるようになったというところで、 UR ルナちゃん持ちの方も、いずれね強くできるというような感じ、はい、っていう感じで、で僕はねそのとりあえずね、まあソラちゃんは貫突してるんで関係ないので、まあちょっとリンちゃんあたりねちょっと欲しいなっていう感じがするんで、もしかしたらリンちゃんと確か1凸か2凸ぐらいになってはいたので、
まあ一突であれば、まあ、あの4枚全部リンちゃんに交換してもいいです。ちょっと突状況を見ないとって感じですね。はい。で、あと SSR 変換コインっていうのが、やっぱそうですね。はい、同じですね。うん。まあ、あの、ひまわり持ってない、その SSR キャラと交換できるっていうことで、まあ、これは嬉しいでしょう。で、え、千代ちゃんいるんだけど。ちょっと待って、これ、千代ちゃんいいんだけど。はい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 。まあまあまあ、ひまわり持ちでないとか、しれっとひまわり持ってんのはいいんだけど。で、っていうことは、こっち、そらちゃんいる？月属性だよね、あれ。はいはいはい。で、ほら、ゆずちゃんもいるし、あ、りんちゃんもいるし、めっちゃいいじゃん。あ、これは違うか。これはバージョン2の方ですね。はい。で、いますよね。マジで。で、これは花とあれか。はい。で、月はないのかな？あ、月いるよね。そらちゃんは？そらちゃんいる？あ、そらちゃんいいんじゃん、ほら。あ、ひまわり持ってるのが、これ運営さんのミスですかね？なんですかね？うん。だって普通にひまわり持ってるのいいんじゃん、みたいな。はい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 。これは、まあ、1年生とその交換したい人に関しては、まあ、こういうところからね、持ってくればいいんじゃないかな。うん。ドラフトパックはね、ちょっと優勝限定になっちゃうんでね。いやー、マジか。普通にいないもんだと思ったら普通にいるからさ。こういう、千代ちゃんとか。それひまわり持っちゃってんじゃん。これはありがたいですね。はい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 。で、はいはい、まあまあまあ、そんな感じか。で、はい、これがね、トレーニングコインですね。で、絆の結晶100個、100個じゃない、トレーニングコイン100枚集めて、で、1回交換できるのが、5セットですね。はい、で、いいですね。ラインナップ、これやることが増えていいですよね。はい。まあ、そんな感じかな。はい。ではね、スカウトを見ていきましょう。でね、10連だけ引こうかな。うん、これ。うん。じゃあね、見ていきましょう。で、まあ、固有の方が、総力が超絶上昇、三振率が大幅に減少というような感じで、ミートパワーの振り幅がない。そもそも坂上ちゃんって守備寄りのね、固有を持った、新カードが多いし、ひまわりも確か守備が究極、超究極上昇とか、そんな感じだった気がするんですよ。うん。で、あと、フェスゲンのね、まあ、ひまわりとか持ってますけど、うん、比較的ね、その、守備寄りの、感じの固有が、持ってるね、その、新カードが多いなっていう印象がね、もともとあったんですけどね。で、才能の方が、まあ、ピンクの方だけいいでしょう。負けている時にミートが超抜群上昇、パワーが抜群上昇。で、もう、一つが、敵守備の走力、守備を減少させ、エラー率を上昇させる。こっちは強いですね。うん。で、あと、投手デバフもね、一応持ってたりとかして、才能は強いかなって感じですね。はい。で、まあ、心霊は覚醒するとこんな感じ。うん、送りバントですね。うん。で、UR 専用。で、スキルリンクが、イロハスちゃんですね。はい。で、守備適性が、シノクモちゃんな、ということで、サードとレフトが、できますね。多分で、合計っていうか、その、全部こなせるのが、セカンド、サード、レフトですね。はい、この3つ。以上、外野と、内野のセカンド、サードも守れるという感じ。で、シンデレハーモニー。送りバントですね。当然、絵が送りバントになっているんで。はい。で、オペレーションコストをまず10回復。送りバントって僕全然使わないんですけど、あれ15でしたっけ、コスト。まあ、15消費であれば、実質5で打てるっていう感じで、まあ、コスパがいいですね。で、そうするとね、効果。で、昨日実装されたね、ムードですね。うん。で、ムードの状況に応じて、以下の効果が発動するということで、ムードが、1以下の場合、ムード上昇値が、1段階アップ。で、そうですね。で、ムードが2以上の場合は、味方全員が一度だけ、掴み取った流れを試合終了まで習得というような感じで、それが、自身ミート守備が少し上昇し、パワーがわずかに上昇というような感じで、振り幅は全然ないですね。少し上昇にわずかに上昇なので、まあ、ビビたるもんですね。うん。ただね、まあ、こっちよりかは、これは多分おまけ的な感じだと思うもんで、まあ、ムードの上昇値がね、まあ、上がるというような感じですね。はい。で、オペレーションコストも実質5で、まあ、多分15消費であれば5で実質打てるっていう感じだと思うので、まあ、コスパがいいっていうのと、ムード上昇も上げてくれるということでね。はい。まあ、使い勝手はね、まあ、すごいいいんじゃないかなって感じ。
うん、まあムード上昇っていうのもね、その昨日実装されたばっかりで、まあ、ちょろっとやったんですけどね、まあまあまあその辺はねまた別の動画でちょっとお話ししますんでね、はい、まあまだちょっとイメージ湧かないですけど、実装されたばっかりで、であと花山ちゃんかわいいですね、はい、でまあこれはねおまけ的なものだと思うもんで、まあ、ミートが超絶上昇、走力が抜群上昇、パワーが上昇みたいな、感じですね。であとは星3スキルもね1個つけられるというような感じで、才能の方はまあまあまあって感じですね。はい、まあという感じで、まあ別にねセカンドはうちまあ豊富なんでね、まあ別にめちゃくちゃその狙い回して狙いに行くっていう感じはまあないのでね、で問題は水着のシーンです。誰になるか、桜田千代ちゃんかもしれませんね、はい、かもしれないですけどね、まあ誰が実装されるのかっていうところで、でまずね、まあこれ10連だけ、引くんでね、先ほども言った通りまず単発から、いきましょう。はい、まあ、単発は、何も出なさそうかな。こう夕方に変わってそのまんまですね、はいはい、で中野ちゃんでしたという感じ。はい、でね、10連だけ引かさせていただきます。はい、これで、終わりです、このガチャは。まあ、前回はね、20連引きましたけど、まあ、10連だけなんでね、まあ、ちょっとね、記念にっていう感じで、本来引かなくてもいいんですけどね。はい。で、まあ、坂上ちゃんのね、シルエットはね、よく出る。よく出るけど、まあ、こういう時に限って全然出ねえよっていう。確か前回、ヒイラギちゃんのシルエット何にも出なかったんでね。はい。先ほど出た中野ちゃん。で、花山ちゃんはどうだ？あー、違うね。はいはい。出なかったね。で、委員長。で、竹富ちゃん。で、ヒイラギちゃん。散々出なかったヒイラギちゃん。はい。で、倉敷ちゃんで、そろそろ終わりかな。で、次ぐらいかな。はい。で、イロハスちゃんで終わりというような感じ。はい。まあ、不発でしたね。まあ、10連だけなんでね。はい。まあまあまあ、とりあえずね、今晩ね、8生。ありますんで、まあ非常に楽しみですね。で、情報自体はもうこれ出ちゃってるんでね。もうおそらく坂上ちゃんのその UR が来てるよっていう情報を、まあ改めて、伝えるみたいな感じだとは思うんですけど、まあ、あとはね、その、まあ、まあ、いろんなコンテンツ、ミニゲームとか、まあそういうのもあって、で、絆の結晶とかもね、各アイテムもね、もらえるね、そのミニゲームみたいなのも多分あると思うんでね、まあその辺ね、楽しみですね。はい。まあ21時からということで、まあね、楽しみにしましょう。新しい情報あるかどうかわかんないですよね。うん。まあね、多分おさらいだと思うんですよね、情報に関しては。あとはね、まあそういう、なんか、ツイッター内でやったなんか募集していたことのなんか発表だとか、まあそういうことだと思うんで、まあね、情報はあんま期待できないと思うんですけど、まあ普通に楽しみでいきましょう。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。